吉田さん、億万長者合宿レイジ999話になりました。本当にね、お疲れ様でございました。まだ始まったばかりのような感じがしますね。ということで次はね、新しいシリーズ、当然私はね知りませんけども、この億万長者合宿レイジをまとめるとすると、そして誰もいなくなったですね。なんか吉田さんみたいに闇を抱えている、私は特に何もない、両極端のものの真ん中は誰もいなくなったと。だから適度にやる気があって、適度にやる気がない人は適度な人生を送っていくと、極端にはならないということですね。で、私は何もないんで、とりあえず、まあ、何もないから目の前のことやろうかなって言うと、やったことばかりの人生になるということですよね。そして私の信条としてはそうですね、やる以上成功させるっていう言葉があるんですよね、根底に。だから投資もやる以上は成功させる、アフィリエイトもやる以上は成功させる、何でもそうですね、やる以上は成功させる、それしかないかなと思います。おい、まあ、最後は大和くんも出てくれましたけどね、私のベルファイアも車検から戻ってきて、また新しいシリーズ始まりますけども、最後にね、このシリーズの最後に申し上げたいです。今まで速稼塾は1000件以上売ってきました。ご存知のように30万円の30年分割ですんで、頭金は3万円だけでいいよって言ってるんですけども、1000件売ってきたとしたら少なくとも3000万ですよね。満額振り込みがあったらこれだけで3億円なんですよ。3000万から3億円の中の、私はどっかの売り上げをこの億万長者合宿に限らずね、速稼塾というコンテンツ1個で作り上げているということでございます。ただしこの金額、私がたった1人でやってますけども、2013年からの8年をかけてやっていました。8年がかりで1000件ね。2017年から現在までで500件でございます。まあ、ですんでね、結構ね、前半の方はプロモーションかけてガンガン売ってたんですけども、2017年からは売るっていうことしなくなりましたね。年に1回あのプロモーション動画作るんですけども、でも基本的に日々売れているこの速稼塾っていうのはセールスがすでにないという形になりますね。でも何がしか感じていただいて、速稼塾という存在を知っていただいて、お問い合わせをいただいてます。ここで言いたいのはね、売る気のある人が売らずに、特に売る気を出してない私とかね、吉田さんとかが売れてるわけですよ。だからといって売る気をなくせってわけじゃないです。売る気はあるんですよ。なぜならそれは行動が示しています。でも売る気が自称ある、売り上げを上げたいって言ってる人になぜか行動が伴わない、この謎が次回に明かされますということでございまして、最後ぶっこみのタッグで終わろうと思います。ありがとうございました。